結構使えるものあるんですよ、実は。ディスるつもりないんですけど、フェスのご飯って高いですよ。汗かいた T シャツどうしますか問題が出てくるわけですね。飲み物って現地で買うしかない。フェス用に作られてるんじゃないかな。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、雑炊はフェスで、去年ですね、フェスに関しての動画を出しました。意外なことにって言っちゃあれなんですけど、結構再生していただいたんですよね。でさっきね、見直してみたらね、結構いいことを言ってましたね。お、僕北海道に住んでるんで、まあ、今回もライジングサンロックフェスティバルを想定した内容にはなっていますが、結構ね、役に立つかもしれないなと。今回は5つご紹介します。はい、ライジングサンロックフェスティバルって数あるフェスの中でも結構ね、サバイバル系なんですよね。ライジングサンってマジで何もないところなんですよ。もう本当に延々と歩く広いところで、自然との戦いみたいなところがあるんですね。半分ぐらい辛いな。生半可な装備で行くと痛い目に遭うんですね。その辺をね、去年の動画見ていただいたらいいかなっていう感じがするんですけど、今回なんですけど、前回とは同じものは紹介しません。しかも、さっきナチュラルハイの旭川長山店を見て、これいいよなと思って選んできました。結構使えるものあるんですよ、実は。普段フェスの意識なんかして揃えてないじゃないですか、品揃え。そうですね。でも実は結構使えるものがありました。なので5つ紹介します。はい、まず1つ目はこれ、じゃん。いわゆるハンディファンですね。はいはいはい。僕ね、野外のイベントだったら、もう風吹いてんじゃんって思うんですけど、野外でもいろんな場面があるんですよね。テントに入ったりだとか、まあ、あと休憩するときに風が全然なかったりだとかってするのもあるんで、これね、やっぱ必要かなと思って。今のやつって、これ3000円弱のやつなんですけど、めちゃめちゃ風強いんですよ。結構強いですよ。結構ですよね。うん、でコンパクトなのに性能がね、多分かなり進化してて、しかもハンディって言ってますけど、いろんな使い方ができるんですよね。これね、立てかけたりだとかもできるし、ストラップもついてきますね、うん、このタイプはそうですよね。いろいろ首に下げたりとか、カバンにつけたりとかもできるから、このカラビナにも入ってるし、これフェス意識してんじゃないっていう感じの作りにはなってるんですよ。本当に。しかもあの乾電池じゃなくて、多分スマホを充電できるところで該当するケーブルさえあれば、充電場みたいなのがあるんですよ、フェスでも。なんでこうそのね、一環としてちょっと充電してみれば割と長く使えるか。これね、おすすめです。はい、では2つ目です。2つ目はじゃん、これタオルです。すげえ当たり前じゃないですか。タオルは持ってってください。本当に汗をかきます。汗ってほっといちゃいけないんですね、本当にね。ずっと暑くてずっと晴れてるんだったら、まあ、汗も乾くんですけど、汗かいて冷えるタイミングとかあったりすると急に体温が奪われたりするから、やっぱりね、汗はね、ちゃんと拭き取っといた方がいいんですね。ただタオルって濡れるとタオル自体が乾くの時間かかるじゃないですか。それがコンテックスのモクっていうシリーズなんですけど、いい意味でペラペラなんですね。使ったらね、ハマりますね。結構ペラペラだからちゃんと水吸うのかって不安になると思うんですけど、ちゃんと水吸ってくれるのと、これ自体が乾くのがめちゃめちゃ早いんですよ。これ折りたたんでる状態なんですけど、普通のタオルってこんなにならないですよね。でフェスって荷物の量結構大事なんですよ。もうタオルだけでこんなになりますって言ったら、いやタオルいらなくないってなっちゃうんですよね。それがこの大きさに折りたためて、しかも速乾性があって、化学繊維とか使われてなくて、フェス用に作られてんじゃないかな。めちゃめちゃおすすめです。はい、はい、続いて3つ目、はい、じゃん、カレーです。ほう、なぜかというとですね、基本的にライジングサンロックフェスティバルって泊まるとかキャンプする人結構いるんですね。泊まらないで帰る人とかはまあ必要ないのかもしれないですけど、キャンプする人だと最大で3泊4日になるんですよ。なのでオートサイトって車で入るところだと前日入りできるんで、そこから入ると3泊4日になるんですね。で3泊分のものを確保しとくってすっごい大変なんですよ。そういう時に役立つのがこういうやつなんです。やっぱレトルトのやつって、まあ、そんなずっと炎天下に置いてたらダメだけど、クーラーボックスにちょこんと入れとくくらいだったらまずあんまり悪くならないんですよね。お米炊いてこれお湯でビーってやっとけば、すぐ食べれて、しかもこれ錦屋さんのやつなんですけど、めっちゃ美味しいんですよ。美味しいですね、どれ。美味しいんですよ。
そこがポイントで、ディスるつもりないんですけど、フェスのご飯って高いですよ。カレー一杯でね、1400円とか、1200円とか、1400円とかするかな。具がゴロンって入ってたりとかするかといったら、そんなことない。でも、その場で提供してもらえるものって、値段高くても、その値段でしか売ってなかったら、買うしかないですよ。まあ、確かにそうですね。はい。それ1回ぐらいやったら別にいいけど、3泊とかしてて、3人とか4人とか5人とかで行ってると、結構な出費になるんですよね。そうですよね。で、これはね、結構ね、レトルトの中でも580円ぐらいするんで、高いやつなんですけど、まあ、1400円とかに比べたら、半額以下だし、しかもめっちゃレベル高いから、レトルト食べてます感があんまりないっていうか、それわかります。どちらかというとちょっといいもの食べてるテンション上がるなみたいな、絶妙な感じがあるんですよね。余ったら持って帰ってくりゃいいんですよ、それだけの話なんで、錦屋さんですね、おすすめですね。はい、はい、4つ目これです。おスタンレーのエアロライトボトルっていうやつなんですけど、水筒であれば何でもいいかなとは思うんですけど、水筒はね持ってった方がいいです。で、さらにこのエアロライトボトルめちゃめちゃ軽いんですよ、名前の通り。そうですね。しかもこれぶら下げれるようになってる、ほんとフェス用に作られてんじゃねーみたいなねそれも、うん、感じもしちゃいますね。なぜかというと、マライニングサンロックフェスティバル、基本的に飲み物って現地で買うしかない。普通にペットボトルのホルダーみたいのもあるんですけど、そういうのにゴムつけてそのまま持ち歩いてると、多分ね、炎天下だとめっちゃすぐぬるくなる。ペットボトルで持って買うしかないから、買うしかないものを炎天下で持ち運ぶとすぐぬるくなって、水分補給したいなと思って飲んだらぬるみたいなこういうのあると、で冷たいままだし、軽くて持ち運びもできるし、ぶら下げたりもできるから必須なんじゃないかな。割とぬるいの飲みたくないじゃないですか、基本的に。そうですね。価格的にはまあ5000円ぐらいするんですけど、別にそのフェス以外でも使えますし、すごくおすすめです。最後5つ目はジャン・キエル。それフェスにいりますか？いらないと思うじゃないですか。結構大事なんですよ。なぜなら汗かきます。ほぼキャンプです。汗かいた T シャツどうしますか問題が出てくるんですね。1日2日だったら、こうジップロックにしまっといて絶対帰るまで開けませんみたいな風にはできるんですけどアーティストの T シャツを買いましたとかね、やっぱこのタイミングでこれ着たいなっていう時が出てくるわけですよ。こう選択ができない環境でどうしますかとか言ったら、もう干します。ただ干すとちょっと臭いかなって、その時に出てくるのがこいつです。ちゃんとこれで消臭をしてあげて、それから干すとだいぶ違いますよ。帽子とかも使えるからいいですね。そうなんです。消臭じゃなくてこう芳香のやつ使っちゃうと、あ、その匂いがずっとつきまとうみたいな、混ざっちゃう感じが、そうなっちゃう可能性があるので基本的にはやっぱ消臭の方がいいんじゃないかなと思うので、ね、まあこれね持ってくとねいいと思うんですよ。はい、ということでフェスおすすめグッズ5つご紹介しました。はい、パッと見全然フェス特集に見えなくないですか。そうです ね、でも理由を聞くと、ああ確かにみたいな、ね、感じもあって、しかも雑貨屋で意外と売ってるっていう絶妙なところをちょっとねご紹介しました。それぞれのお値段なんですが、はい、ハンディファンが2728円、木のリネンコーンのタオルですね1430円、錦屋さんのレトルトのカレーが580円、はい、キエルの室内用の 300ml が1210円、スタンレーのエアロライトボトルの 473ml の大きさのものが5500円。部分的にはナチュラルハイのオンラインストアでも買えるやつもあります、うんうん、そうですね。なのでフェス前にチェックしていただいて、はい、なんならちょっとポチっていただくとなんとかフェス前に届くんじゃないかなと思いますので、本当にねあると充実度変わりますので、去年の動画もちょっと見ていただいて、総合的にちょっと雑貨屋でも意外と揃うのオンラインショップでね、使っていただけると非常に嬉しいです。はい、はい、来年はまた別なことをご紹介できればと思いますので、楽しみ。フェス特集おすすめ5選でした。よろしくお願いします。お願いします。